こんばんはー、時刻は、えー、22時にえー、向かってますと、今日もよろしくお願いします。今日はね、もう、多分荒れると思います。<laughs> 相当なんか、ちょっといろいろ来てるんであ、こんばんは。みんな元気俺はめっちゃ元気だぞ、みんなね。体調気をつけてください。いもう早速やろうかな。 うん。もう今日もいろんな、もう方から、そうやってるんで <laughs>、うん。うん、イエース。こんばんは。ジャス。うん。まあ、テンション低い,いっていうか、まあ寝,寝起きって感じだね。うん。あ、ルイさんありがとうスパチャ。サンキュー。ありがとう。もうじゃあもう行くわ。もういきなり。<laughs> ちょっとタイトルのやつが前後するんですが、 まあなんかちょっと有名ユーチューバーの方から、ちょっとなんか俺になんかありえないね。喧嘩という方もちょっと申し込まれたので、本人通話します。もう来てるんで。うん。えっ、ー、とね、時間はね、22時にね、したんですよ。あもう、もうあと20秒。うん。かけるわ。 こっち、ちぴったり。ぴったり。<laughs> たりうーん。これ、時間遅れたらね、多分ガチャガチャやれるからね。喧嘩売ってる、喧嘩を売りに来てる相手。あー、もしもし。どうどうもえき、聞こえますかあの、ちょっと、ちょっとごめんなさい。一回折り返しますね。PC から書けます。あ、はいー。<laughs> うーん うん、あ待って俺の声大丈夫、うん、最近ね PC も調子悪いんだよね大丈夫っぽいねはいもしもしああはいはい、はい、なんかちょっと話したいことがあ,あるということでねああのーはい、挑戦者ってにあのー、来たんで何、うん、すかちょ挑戦者 あ、はい、はいはいはい者の。障害者,障害者そうそうそう。障害者と、挑戦者がいたらやいてもいいっいいう配信いれを聞いてが来たんですよ、いは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 いあいは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 俺とやらいてくれ喧嘩いはいはいはいうかリングの上でリングの上ではい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 、うん、でんはいはいはいはは うん、ね、はい、前回、俺、あのー、喋ったときに、はい。僕はやりますよと。はい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 。あの、挑戦があれば僕は受けましょうと。ああ、ボクシングの対決をですかそう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 。ああ、はい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 。うん。あのー、一応応募が来たんで、はい。ぜひ、お願いします。はい。え、ぜそれはなんでないそれ、まあ、はやれなかったんで、セフィさんとは。 はいはいはい。そそれはなんでナイトさんが入るんですか。ちょっとを見てもらいたいな。見せてもらまで。あのね、俺の枠ってね、アウトロー系が多いんで、はい、結構武闘派系が多いんですよ。はいはいはい。で、この人はえっ、ー、と一応松葉杖ついてる身体障害者だっていうことなんで。はい。えっと半月板損傷と前十字靭帯を、はいえー、切ってると。はい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 。 はい、ううん、んんんことなで、ノックがノックが前回一応、えー、ねあのーうん、ほらちょっとジャックみたいなこと言われちゃったら困った困るんでちょっと一応切り抜きだけあるんですよはいはいああなんか用意してくれてるんですか素材をそうですあれですねノックが言ってこれ多分上からかぶると思うんですけどこれ聞こえますかね 聞こえないです。あえ聞こま障害者れすはいはい、聞こえました。じゃあ、黙っときます。はい。はい。喧嘩できる喧嘩できるって何が何の話あってから挑まれたならいいよ。あってから挑まれたならやりましょうか、じゃあ。じゃあ、あの、ジャックン。はい。 えー、こういうことで、はい。はい、言ってるんで、ねはいはい、ぜひ、その機会が来たんで、やりましょうよ。でな、なんでナイ、ナイトさんが入ってくるんですか、そして。普通だったら、その挑戦者が、俺に直接連絡する。単に俺のオリスナーだっていうことでなんで、後でじゃあ、ノックの連絡先も教えておきますよ。はいはいはい。俺のところに DM が来ただけなんで。はいはい。いや、普通、俺に連絡してくるんじゃないの、その人は。 いや、だから、俺、俺の枠を見てるっていう人だからじゃないですか。うーん。で、そのなんか DM 見れますか<ー>僕も。ちょっと見たいですけど。あい<ー>、見れますよ。送ってほしいんですけど。ちょっと待ってください。はい、お願いします。今、切り抜くんで。んはい、は,いはい、はい、はい。何それ。でもね、のっくんが男らしいところ、やっぱり。うーん。 あれれしてくれたら一番なんか昨日はナイトさんが自爆でなんかノックがこれで答えたら土下座をしてもらおうって言ってたっていうふうに聞きたんですけどそれは本当ですかあれはね、はい、あのジャックさんのあの口の言い聞き方だけじゃないですかはいいや全然あのそんなこと思ってないですよでもてれやり過てたのは事実ということでそうそうそうあ<ー>ただあの残念ながら俺はノックンがうん とてもじゃないけどやれるとは思ってないんでなるほどねそこまであの<る>買いかぶってないんだよ俺はい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 、はい、申し訳ないけど多分いもっちゃうんじゃないかなああ。はいはいはいうんだって口だけでしょああ<ー>。ノックみたいなの違う <laughs> でそ,そのが画像は <laughs> はいはい、はい、うんえ、だってペーペーでしょはい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 うん。 で、そ、その名の DM は、相手からの。ああ、ごめんなさい送。送信ボタン押してない。ああ、ありがとうございます。はいはい。うーん。ああ、これね。はいはいはおー、なるほど。ほんとだ、まあ。この後にも QR コードとかも一応あったんで。はいはいはい。<laughs> まあ確かに、俺過去にね、 まあ、挑戦者現れたらいいえ、いいいいやるか、みたいな発言はさ、確かにしてましたね。確かに、言われてみたら。まあ、俺、しかも俺に強気で言ってたでしょ。まあ、言ってました、言ってました。しかも俺が、うん、いや、俺は、セフィーとは、障害者なんで、あの、やれないと。言った、そのと、その場で言ったんだよ、ね。さっきのあの、切り抜きのやつだよね。うん、さすがに俺もちょっと恥ずかしかったな、<ー>ノックにそこまで強く言われたら。 はい,はいはいはい。はい俺も一応ね、あのー、はい、そういう世界の人間なんで、もともとえ、そう、そういう世界で。リスナー層がリ、リスナー層がアウトローなんで、うん、みんな。ちなみに、この方とは、ナイトさん通話とかしたんですかまだしてないです。あ、まあ、1回しましたね。あ、1回はしてるんだ、でも,も、はい。昨日、おとといかな。おとといもらったんですよ。ナイトさんの YouTube いつも見てます。のっ、あ、待ってよ。今、安定しだしたわ。本当に来とんね。 えーっと、はいはいはい。うん。半月の、まあ、なんか、松尾について身体障害者です。内藤さんの YouTube いつも見てみます。ノックという配信者が障害者とでもボクシングの試合できると言っていたので、えー、突然ですが D ーモーしました。えー、障害者と健常者の試合を見せ物にしようという姿勢が許せません。よろしければこのノックという配信者とボクシングの試合をさせてください。僕は障害者なので資格があると思います。ご検討よろしくお願いします。なるほど。 これ、あの、普通にちょっと一点疑問に思うのは、はい、なんか、見せ物にしようとした姿勢が許せないと言っていて、自分からなんか見せ物になろうと来てるっていう、この矛盾が発生してるとうただ単純にこの <laughs> うん。この人が戦える人とかじゃないえ <laughs> 見せ物にしようとしてた許姿勢が許せないということで、見せ物になりに来てるって。だって当然なんか。妨きはいいから、やるかやんないかだけじゃない え当然あれですよね、なんか撮影とかあるんですよね、配信外とかじゃないですよね。あーあのー、こっち側も一応撮影クルーは2、3人連れてきます、ね。ってことはどう考えても、この人を見せ物にしようとしてた姿勢が許せないっていうことを反してると思うんだけど、<laughs> やってることが。いや、反してるじゃなくて、だって見せ物にするっていうふうに言って。 言言っっってててた、に俺は乗っかりますよって言ってるだけえー、ちなみにボクシングの試合なんかリングとか試合ねレフリーとかお金かかるけど、うん、そこら辺は全部用意してくれってことですかあなたはえ俺がやんのだって自分で用意するってなっいや僕前回それはだからそれ主催者が俺,俺だったから全部俺払うよって言ったけどなんで俺払わなあかんのそれはナイトさん全部払ってくださいよじいえレフリー代さら<は>、えー、に会場代 それ分かってますよね。然当然それはあなたも撮影クルー連れてくるってあなた今言ったんですから自分で払ってくださいよ。大丈夫だよ。あ、分かりました。じゃあやりましょう<え>そしてこれドタキャンは絶対許せないんでね。はい。ええ。じゃああのー、キャンセル費用の、うん、されたら50万円でもいいですかじゃあ。誰にえ、僕に払ってもらっていいですか ?50 万円。キャンセルしてきたらでいいんで。えー、いいよ。予定はでもか、あの、 自分がこの日だっていうのは言わないのね。あの自分が言って強引にこの人の予定を関係ないも。あ,あいつでもむしろ合わせます、合わせます。いつでもいいっすよ。はあ、い,い,すいつでもいいそこはいつでもいいっす。ただ、その日に相手が来なかったりとか、はあえー、その日にやっぱやりませんとか言われたら、それを俺と辛いじゃないっすか。はあ、いいっすよ。じゃあ俺50万貼るよ。 お<ー>別に俺バカなで、ね、100万200万ぐらいは一発であの1ゲームで貼るタイプなんでオッケーオッケー<然>じゃあ50万キャンセル費用ねドタキャンしたらナイトさんが50万払ってくれるってことではい全然えそして会場費や、えー、レフリー代も払ってくれるってことで、うん、はいわかりましたいいっすよやりましょううんじゃあ、うん、じゃあ,あの一応予定だけ確認をねええー、いつですかと あと、あの、やるんだったら、あの、早いほうがいいんすけど、むしろ。<laughs> 早いほうがいいんすけど。え、えなになに電波が悪いぞ。<laughs> 電波が悪いぞ。うん。ちょっと電波が悪くなってるよ。さっきの調子良かった。<laughs> どうした <laughs> うん。 あとあの会場はあの都内でよろしくお願いしますよ。はい、はい。都内でよろしくお願いしますよ。おい、だから電波が悪いって。まじ、あまあ、電波 <laughs>、なんで PC なの電波悪いの <laughs> 電波悪いんだって。ナイトさん。うん、で、切れた。電波悪いんだって。うん よーし、やろうぜ、マジで <laughs> やろうか俺が断ると思ってたんだよな断るのが常識だと思ってたんだよな俺は断らねえぞ。俺は、お前の常識は俺の常識じゃない。<laughs> うん昨日ね、煽ってたんですよ、うん。ノックはどうせ断るみたいな感じでね。もう断らない。むしろね、ありがとうまであるよ。 うんなんかトレーニングする名目もできたしね。うん。誓約書いや、そうだよ。公式のリフリーがつくから誓約書を書くよ。お互い命を保守しないってね。いや、楽しみだなぁ。ははは。うん。ああも,もし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 。あー、ごめんなさい、ごめんなさい。<ー>な,なんかね、急にあれですね。まあまあいいし、が再起動しよう 了解です。じゃあ、やるのはとりあえず、あの、今年中でいいですか ?2022 年。ああ、今年中で。そこでは、あの、いつでも行ってください。合わせるんで、日付は。はい。ええ。まあ、俺も50万あるんで。ええ。あと、あの、誓約書もね、ちゃんと書いてね。はい、お互いね、命の保証、ね、あ,あ当,然当然、当然。ええ。はい、はい。で、であの、レフリーもあなたが雇って、会場も雇ってもらうと。ああ、い、はい、とかっていうのは、基本的には、じゃあ、自分たち持ちで大丈夫ですよね。いい車両っていうのは。 あの怪我した場合いいあ、それはじゃあはい全然。はい、うん。じゃあ、それは全然。じ自己責任というか。うん。じゃあ、やりましょう、ぜひ。いやー、いいっすいいっすよ。うん、じゃあ、それで、はい。都内のどの辺、えっ、ー、と、ノックはどの辺がいいあ、都内だったらいいっす全然。どこでもいいっすよ。都内だったら大丈夫です、ね。はい、えー、どなやだったらもう、うん。じゃあ、もしあの、例えば、えっ、ー、と、うん、北西。 北西っていうか、あの例えば23区内だったらいいでしょ ?23 区内だっていいっすよ。はい。それでお願いします。はい。23区内で。はい。で、2022年以内ですからね、ほに。ああ、全然大丈夫す。いや、そこは大丈夫ですね。もう、結構広めに。全然大丈夫ですはい。で、それじゃあ2022年までに、この試合が成立しなかったら、50万払ってもらえますからね。キャンセル費用で。 ああ、だから、薬品が別50万ぐらいだったら全然。じゃそれやりましょうじゃあもう、あとは日付決まったら、よろしくお願いします。はい。そうです週には一応100以上は俺もあるいや、別に聞いてないっす。聞いてないす、聞いてないす。その上聞いてないっす。じゃあ、よろしくお願いしますよ、じゃあ。全然、あの、払います。その、その月、その前の月ぐらいから払えるんで。えっと、誓約書っていうか、その、 契約書のベースていうのは、じゃあ、こっちで用意していいですかああ、いいスイスよ、はい。セーフのベースは。はい。こっちで用意して。ああ、まあいいあスイス。ひな形用意しておくんで。はい。で、あと、チャイナ。はい。そこに住所書かなきゃいけないけど、大丈夫ああ、いいいイす別に見せなきゃいいですよ、はい。公開しないけど。公開しないならいいですい。 はいあの一応、あの本人ってわからない。あ別にいいさ、あなたが当然公開しないないですよ。はい。あの、うん。公開はしないです。第三者公開しないだいいすよ。大丈夫です。うん、オッケーオッケー。当然大丈夫です。ああ、もうやりましょう、はい。もうやりましょう、やりましょう。と、りあえず言っとくんで、あとで連絡できるようにちょっと言っときますね。ちょっと今ね、さっき電話したらね、あつながらなかったんで、本人が。 相手がひよって逃げた場合も50万もらいますから。いや、あのあげますよ。ああ、よかったよかったよかった。アポイント不足なのはナイトさんのせいだからね。5万ぐらいやったら全然大事です。ああ、はいはい。やりましょう、やりましょう。じゃあ、一応そういうことで。ははいいまたあの後ほどちょっと俺1回しか喋ってないで、もう1回電話して、あのご紹介しますね。あ、かしこまりました。よろしくお願いします。はははいいいいよろししくお願ますじゃね <笑><笑>よーし、やろううん、いや、楽しみ。いやー残念だったよ。俺が逃げると思ったのかなうん。いやいやいや。うん。いや、住所はあるよ、全然。うん。全然住所見せてもいいよ。うん、まあただ、あの第三者には見せないでほしいけどね。<laughs> うん。 <laughs> いや、いやいや全然いいよ。うん。やろうか。うん、うずうずしてきたわ。偽物にしようとしてたの間違いだから訂正してほしいけどね。うん。まあ、正直さ、自分、この人が本当にいるのか知らないけど、この人は勝手に線引きしてるよね。いや、俺は別にそこで、なんだろ、障害者だろうが、健常者だろうが、 あのー、なんていうの別にあの、区別や差別しないよっていう意味で誰でも受け入れるよって言っただけだからね、そこは。トリトンさんやとう、ナオさんやとう。そこら辺がこの人誤解、誤解っていうかなんか変な風になんか勝手にこじれちゃってるなーと思っちゃってるけど。この人が勝手に区別してんじゃん。俺むしろ全員誰でも受け入れるよっていう話なのに。うーん。勝手に線引きすんなよ。<laughs> そう思わん。うん。 まあでもいいよ、やろうか。うーん。やりましょう。え、ちょっと楽しみだわ。うーん。しかも、ドタキャンしたら50万もらえるしね。うーん。ちなみに俺の、まあでも考察を言っていいあのー、多分ね、この人はね、 もう DM の人はね、あのー、あれだと思うよ。あのー、たぶ本気でやる気ない。<laughs> 正直本気でやる気ないと思う。ぶっちゃけ。うん、なんかステアカーみたいだし。で、それにまんまと乗っちゃったんだろうね、ナイトさんは。っていうのが僕の考察だね。うん。そう。まあ、いるんだよ、あの口だけみたいなやつっていうのは。ほんとに。 うん。それだと思うね。うん、違う相手よいしそういや別にいいよ。あのー、わかるよ。区別っていうか判別方法は。だからこの二つの、あのー、あれでしょえー、半月板損傷となんちゃらの人体を切っているっていう証明書付きの人だったらいいんだよ、それで。え、それだったら別にぶっちゃけ誰でもいいよ、もん この二つの、ええー、なんだっけ。え、なに、証明書うん。証明書を持ったものだったらいいよ。うん。それで判別できるわけか。うん。うん。<laughs> アスパチャーヤとうパズルさんありがとう。うん。当然、この半月万損傷となん、なんちら十字人体を切っている、えー、診断書付きだよ、そりゃ。うん。 楽しみだうふワクワクしてきた。うー、んうん。いや、これ相手から挑戦してきてるわけだからね。別に俺からやりたい。俺からお願いしてるわけじゃないからね。ほんとに。うーん。うん リングで立てるのっていや知らんまあでもこれね2022年以来に <laughs> 対戦が決まらなかったら俺50万もらえるからまあ、ただで <laughs> やったーマジで嬉しい、うん、でね50万円っていうのが味噌なんだよね これが例えば500万とか言っちゃうとあっちは払ってこなくなるからね <laughs>。うーん。はいはいはい。うんうん、いやー楽しみだわ、うん。じゃあちょっと練習しようかな今日から。まあ、目標ができたってことで。うん。なんの目標もないさ、なんか。 ねえ、ジム通いみたいなのっていうのはねえ、うーん、辛いからね。うん。うん。うん、障害者ではなくないって分かんない。うん。うん。<laughs> 自分はやらないの。じゃあ、自分はやらないんじゃない <laughs> うん、うん、えー、っとえぼ、ー、も住所をえー、住所をえー、教えるのでえ,ー、え,えうんうんレアがかかってきてる。 じゃあ次の方行かないといけないね。はいはいはい。何ですかあーどうもどうもどうも。はいはいはい。はい、あのー、ちょっと聞きたいんですけど。はいどうぞ。あのー、ほら、ノッくんは俺がキャンセルしたら、うん、あ、はい、こっち側がキャンセルしたら50万じゃないですか。うん、のっノッが来れなくなったらノッくんじゃあ100万でも大丈夫ですかあー僕が払うってことそう。いや、100万だと釣り合わなくなるから、そっちも100万じゃないですよいじゃあいいじゃ、ゃあナイトさんも100万払ってもらっていいですかじゃあ。 じゃあいいよお互い100万ああいいですよいやそう何それ釣り上げってこと100万円いいですよやった100万円になった <laughs> <laughs> あと当然あの、はい、この半月板損傷と前時十時のこのね診断書プラス障害者手帳も相手もらってくださいねこれ対戦、はい、相手を変えられたりしたら嫌なんで当然その 2,、はい、2つの 2>、えー、診断書と障害者手帳持ってる人じゃないとダメですからね、ええ 話かぶせないでもらっていいですか僕は話切ってから聞いてください。障害者手帳と半月板損傷と前時十時のねなんか診断書この3つ揃ってる人じゃダメですからね当然。当然当然。ただねあの障害者っていうことでの証明だったらいいでしょ 例えば、あの、彼自体が本当の障害者かどうかっていうのは分かんないし、いや、障害者だと障害者手帳を持ってると思うんですけど、障害者手帳を持ってる人が障害者だと思うんですけど、そう、障害者手帳か障害者手帳に相当するものであれば、十分なわけでしょ。いや、障害者手帳を持ってる人が障害者なんですよ。じゃあ、障害者手帳と、あとは例えば、あの、ジャックさんみたいな、ほら、仲いいックさんみたいな、領域手帳もいるじゃない。はい。手帳っていろいろあるんでね、障害者って。仲いいじゃん。親友でしょ いやいや、1回も会ったことない人って親友になるんですか ?1 回も会ったことない,回もったこともないし、あ<の>遊んだこともない人って親友になるんですかよよだって、よく話聞いてんじゃん、ジャックさんが。1>, 1回も会ったことなくてあ、うんね、遊んだこともない人って親友なんですか配信外でも喋ったことない人って親友なんですか,かじゃあ,あの、とりあえず、でも、じゃあ、はい、障害者手帳か、猟奇手帳でもなんでもいいんだけど、猟奇手帳なんて、あの障害者手帳よりやばいからね。ああ あの領育手帳っていうのは18歳の段階で決まるから、ははい、はいわかりましたあの、はい、本物のガチもんだから、はいはい、まあ領育手帳でも何でもいいんだけど、その手帳持ちだったらいいわけでしょ。<laughs> は,いはいはい、まあいいっすよ、はい。まあいいっすよ。うん、だって、あの実際本当にこの人が、俺,俺もね、わかんないのは、この人が本当のそういうものがあるのかどうかっていうのはわかんないけど、はい、ただ言いづらい部分がある人もいるじゃなね、こういう事情。いや、もう自分で言ってるじゃん、わいと自分から DM で。<laughs> 言いづらいもないもしかしたら違う障害かもしんない。いやいや、言いづらいもないもん。自分から言ってるじゃないですか。だからこれじゃないから。そのは通じないですよ。そんなの。そんなのってじないです。あと僕ね、あの、配信外で出さないですから。ちょっと待って、なんでかぶせて、なんであの、じゃあ聞きましょう、聞きましょう。はい、どうぞ。どうぞ。あ、のい。手帳持ってればいいでしょって聞いてるうんまあいいよ、はい。で、それは、あの、配信上では出さないと。あ、はい、いいですよ。 当然、プライバシーの問題なで。いはい。はい、そしたら、ジャックンの住所を、ああ、ジャックじゃない <laughs> あのノックンの住所を出すのと変わらなくなっちゃう。もちろんもちろんいいですよ。はい。はい、じゃあ、その辺はお互いで事前に確認できること、ね、はいはい、了解です。はい。はい、じゃあ、はい、その条件で100万ね。はい。はい。よろしくああ,あ、いいよいいよ,いいよ。うん。いやいや、いいよいいよ。うん 身体障害者手帳で。うん、そうだろうね。<laughs> うん、この人は何の話をしてるんだろうね、うん。100万円になりました、皆さん。<laughs> やった <laughs>、うん。100万円になったわ。増えたわ、むしろ。うん、お小遣いが100万円になったわ。うん えっと、相手を変えようとしてるうん。住所絶対左右される。えー、いいよいいよ、別に。うん。そしたら別に法的に戦うだけだから、また今度は <laughs>。だってそれは相手が言ってるから、さらさないって言ってね。うん。 身体障害者の手帳じゃないとダメだよ。ああ当たり前じゃん、そんなの。な何の話をしてるんですう彼は養育手帳がどうちゃらって。だってあな、だっら彼はね、半月半損傷と全治十字架を切ってるって言ってるから、身体障害者ですって言ってるじゃん。当然身体障害者の手帳があるんですよね。 うん。いや、わかってるよ。あの、みんなが言ってることわかって、精神的な手帳で体は健常者って、それ通じないから。だってこの人が DM で言ってるからね。身体障害者ですって、ほら、自分で。うん。何も、何もようやく手帳がどうちゃうとか書いてない。ようやく手帳とか言い出してないナイトさんだからね。俺はこの人との話だからね。体のハンデの話でしょい,いいですよ。うん。 うん、だって、これでさ、体が治ってる相手だったらさ、このさ、なんだっけ、えー、っと、障害者なので資格があると思いますとか言ってるこれがないってことになるじゃん。うん、あっちの資格がなくなっちゃうわけだからね。うん。っていうことなんです。うん じゃ、ちょっと、次の人行こうか。うーん、はあ。うん。まあ、でも俺はね、あの、ドタキャンしないよ、ほんとに。<laughs> いやまい、楽しみだわ。うん。しかもが、額が100万円に増えた。やった。しかも仮にさ、これさ、みんな。別にね、俺ね、あの、ノーリスクなんだよ。なぜかっていうと、別に <laughs>、負け、行けばいいんだよ。 行けば。仮に俺がじゃあ、まあ負けちゃったとしよう。別に負けたから何って話なんですよ。別に払うものないんですよ。プラマイズなんですよ。<laughs> いやポイントなのは。言ってやればいいんですよ。言って戦えば。そう。別に負けたって、負けたら100万じゃないからね。やれ、ドタキャンが100万なんだからね。<laughs> そう。キャンセルが100万円なわけよ。罰金が100万なわ負けたって別にノーリスクだからね。うーん。はい。 そこがポイントだから別に。うん。<laughs> で、別に <laughs>。うん。もうやるだけ盛り上がるか、むしろ。だから俺得しかない、マジで。なんか、俺に土下座をね、してもらおうとしてたらしいけど。うん。はい。うん。うん、<laughs> あ、見る際だとね。 セコンドリー山口弁護士を使え。<laughs> なんでやね <laughs>、うん。まあ、でもあの人はお金払ったら何でもやってくれるけどな。うん、結構ね、何でもね、聞き入れてくれんの、俺の要望を。うん、いやー、でも楽しみだわ、うん。100万円の勝負。楽しみだわ。うん、ちょっと今日から練習するか <laughs> <laughs> 今日から、うん。よいしょ。今日から鍛え上げるか。もともとね、なんかね、俺ね、これこれさんの企画で、なんかボクシング対決をするっていうね、話が実はあったんですよ。うん、で、その時いろいろ、 買い揃えてたから <laughs>、うん。そのグッズとか、うん。まあ、それを使うわ。うん。なんと、ボクシング対決が決まりました。はい。うん。うん。うん。偽造したって一応じゃないかもしれない オオッッケーケーオッケー,オッケーま、あそれはあの、なんちゃらな,なんちゃら偽造罪になるから、そういうのっていうのうん。格闘技経験者はもういいよいいよ、別に。何を経験してようがね、俺はいいんですよ。別に、仮に俺が負けたところって別に何を失ちもんないから。うん。もう、ただやるだけだから。うん、さあ、じゃあ次のお方いきますわ。お、やばい時間ぴったりだ 嬉しい <laughs> 嬉しいわーうーん。よっ。さあ次がねー、ぶっちゃけまぁ今回のやつも荒れる要因だけども、次も荒れるのかもしれない。うーん。時間ぴったりみんな。22時半。うーん。<laughs> いやいいったりしょ来たわ。お、22時半来た やっと。ま、あこれはもうチャンネル登録者数が、もうん、40万人以上のなんか YouTuber の方についての話だって。ま、あちょっとどうしよう。話したいということでね。うん。書けるわ。うん。こっち。 な、な、なにぃ切られた <laughs>。ええー、切られたんだよ、普通はな。なんで、なんで、うん。うん、ファイトマネーも欲しかないいや、ファイトマネーはいいや。俺、別にいらないやん。うんはい、え、あー、上がってきたわ。はい、もしもーし。えもしもし。 うん、ちょっと声が入ってないんです。あ,もし,あもしもしあもしもし。こんばんは。聞こえますかはい。聞こえます。どうもどうも。は、どうも。はじめまして。よろしくお願いいたします。はい。はじめまして。よろしくお願いします。ちょっと相手の YouTuber の方が、ちょっと登録者数が40万人を超えてる、ちょっと、有名 YouTuber の話ということで、よろしいですか え、私その方ちょっとあまり存じなかったのですがはい昨日のはいあるあも,もういいっすよ全部名前出して,もらっていいですか全部お名前出してああもう,もう全部もう,部もう,部もうはい、はい、昨日 <laughs> これこれさんのところで着物さんの件で <laughs> はい あの突した女性の方がいらっしゃるんです、ね、はい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 、うん、でその方の言ってることがはい1から10まで言うとちょっと長くなってしまうので、はい、あの女性絡みのことなのではははいはいはい、はい、ちょっとその点聞かれたらお答えしようと思うんですけど私の分かる範囲でははははい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 、はい、で私は <laughs> 着物さんって方が存じてなくって。はい たまたま8月16日だと思うんですけど、うんはい、そのライブだったのかな、はい、それをあのラジオ感覚で流してたんですね。はい、でその時にすっごい声を荒立てたてたんですよ。着物さんって方が。私は、あのうんまあ、それをずっと聞いてて、はい、それで で、昨日のこれこれさんの話になってから、あ、このことだと思って、はい、その方の話をよく聞いてたら、はい、その突入者の方が言ってることは、すべて正しいんですよ。はい,はいはいはい。なのに、うんうんこ、これこれさんは、はい、申し訳ないんですけど、私もこれこれこれさんファンで、はい、<laughs> あの、見てたんです。ずっと配信は聞いてたんですけれども、はいはい あまりにも女性の方のあしらい方って言うんですかね。はいはい。あれが。着物さんよりっていう形だったので、すごく腹を立ちながら聞いてたんです、ね。小林さんの意見が着物さんよりだったと。ええええ。で、ただ、私。例えば。これ小林さんもよく思うならば。 これこれさんは、ま、また着物か、みたいなことをおっしゃってたので、はい,はいはい。流してたのかなって思うこともただただあったのですが、はい。ただ、あの、これは私の思い過ごしかもしれないんですが、あの、私、コメント打ったこと、普通何個かコメント打ってたんですよ。その人の言ってるのは本当だ、本当だ、みたいなことを。はい。そしたら、ちょっとこ,これこれさんの方が、これ誰 誰,誰かが連絡してる DM ってくれないかなみたいなちらっと出たんだけど私は DM の操作ができなかったんですね。はい、なので、うん、その女性をかばうことが全然できなくて、うん、すっごくモヤモヤしてる気持ちがあって、うん、なぜなら登場人物が着物さん、はい はい、名前出しますね、はい、森本さん、はい、B c っていうのは分かりません、B、はい、はい、その問題は A なんですけど、はい、A 区っていう方が、自殺未遂を行ってしまったんですよ、ははははい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 ,はい、はい、女性問題、女性の斜めで。で、A さんっていう方は、女性で、なんか元に問題かなんか起こしてたようなんですけど、私はその方が、うん、 全然知らないので、うん、その方方を持、どのこと、誰の方を持つでもなく、聞いてたんですけど、うんはい、もう最初にあのビデオ、ビデオかなあれはライブだったのかな、はい、ちょっと私も定かではないんですけど、はいはい、その時あの女性の方が子供を打退してしまったんですね。はい、それで、うん それを、その、着物さんと B さんと森本さんが、結託して、A 君に言う話を言う前に、結託して、話、口裏を合わせて、B 君を責めるっていう、ライブを流してしまったんですよ。B 君を責めるうん。うんうん、B、A 君を責める。ああ、A 君を責める。うん、うん。A 君を責める。はい。うん。 B A, A 君は、うん、お前のこ子供だとかなんとかって言われて、はい、お前は子供を殺したみたいなことを言われて、はい、それで B 君はもう絶句して何の言葉も出なくなってしまって最後に、はい、それでそれを問いただすように着物さんがもう頭からガガガガガガガってなん <laughs> すっごい言葉を発する。はい それが、はい、あのひもんさんだけではなくてもにもつもにもつさん、はい、ごめんなさいちょっと喉渦を押していいですかどうぞ飲,み物飲んでくださいはい、はい、熱くなってるね <laughs> ちょっと何から私も本当は順度立てて言わなければいけないんですけど、はい、あまりもん 生々しい話なので。生々しそうだね、確かに。はい,はい、はい。ええー、ちょっと、着物さんのビデオを皆さん見てくださいっていう、これ、売名行為になってしまうんですけど、それぐらい、ちょっと生々しい問題だったんですね。はいはいはい、はいはいはい。で、結局、あので、ねな、これこれさんに、うんあ、着物、着物さんがこれこれさんに当日、電話したらしいんですよ、泣きながら。私はこういう発信をしてしまった。 っていうようなこと、うん、泣きながら、うん、でも私は後から考えてみるとあれも演出の一つではないかとういう私が思うんですよ演出の一つっていうのはうん、うん、それでなければ、うん、なんかね次々はい、合わないんですよどうも私。 今日も朝からそのライブを何回も何回も聞いてるんで、<laughs> 見直したんですけど、ずっと見直したんですよ。それで、<ー>あの、これはおかしいと、誰にこういうことを私言ったらいいかと思って、私、あの、うん、ちょうどノックさんをずっと拝見して、あの、はい、拝聴してたものですから、はい、あの、そうだ、ノックさんに、 ちょっと聞いてみようと思ってメールしたんですね。はい、昼頃にしてま,す、ね、まさか私と、はい、取り上げていただけると思わなくてありがとうございます。あいえいえいえい,えはいただで、うん、私の,あの何,をあ、まあ、何が言いたいかというと、うん、これって、うん、もし A 君は未遂ですんだけれども、はい、もし万が一本当になくなっ私あの言葉で言ったら A 君本当に。 に潰れて私死んじゃうんじゃないかと思ったぐらいに思ったんですよ、本当に。それで、私は偽装だと思わなかってなかったんです、最初がこの子、やばいと思ったんですね。それで、着物さんが平気で、日のあの配信で、あれは自殺未遂なんかしてませんよみたいな言い方をなさってたんですよ。最後に A A 君君が出ては 本当に自殺未遂をしました。えー、警察も来ましたって言って、<laughs> そこでこれこれさんも驚いたんですよ。いす<で>はいはいはい。で、うん、あ、やっぱりやっちゃったんだって、私思ったんですね。はい,はいはい。でも、で、あのー、着物さんとか、そこの、とにかく3人いたんですけど、男の人が。3人で、はい、お前はネットやめろ、どうであろうか、お茶がって、ば って,言って自分たちの言い方をばーって言って、で最後にその A 君は捨てゼルフのように、俺が死ねば、うん、死ねばいいんですね。俺が死ねばいいんですね。俺が人殺しなんですよね。俺が死ねばいいんですよね。っていうように切って、逃げたんですよ。はいはい、それを逃げたっていう言葉で言ったんですけど、はい、私、この子、本当にやばいかもって思っちゃったんですね、1位視聴者としては。はい 何も知らないんです私。A 君も知らない、B 君も知らない、森本も知らない、着物も知らない、はい、誰でも知らない、私がそう思ったぐらいなんですよ。はい,はい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 。はいそれで、でも、何て言うのかな、これこれさ、もう、はぁ、あ、死ぬっていうのには知らねえよ、みたいな言い方をなさったんですよ。はい,はい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 。でも、あれは相当メンタルが来たんではないかな。たとえ、A 君が女遊びで悪人だった。 人かもしれないけど、うん、本当にあの放送で人が一人死んだら誰の責任になるんですか、うんうん、それを問いた、問いたいんですよ。はい、この今、リスナーさんもいっぱいいろんなこと書いてますけど、私も書くときあります。はい、それででさんのところで 最初に昨日さんが言った言葉が「はい、俺の信者は俺の言うことを全部信じてる」って最初に発したんですよ。どっかの宗教の教祖かのように。この人やばい人いいだって私思いましたけどねそれをあのこれこんも軽くあしらって流したんですけど、はい、私はあれはもっと突っ込んで話した方がよろしいかと思ったんですけど、はい、でも。 こんな、もう、これこれさんは一回取り上げた問題は二度と取り上げないタイプのような人なので、はい、私はこれこれさんには連絡は取ってませんが、でも私の心の中では、<laughs> はいはい、とても怖い、今うん、私の日常生活は全然考えられない問題なので、はいうん、で、あれは、よくいじめいじめと言うけど、うん、あれは、うん 日本ではなくって、ネットは世界に流れるじゃないですか。うん、ああ、そうですね。YouTube はね。はい、あ。アメリカの方も見れますね。はい。あれは、世界に、世界中が見ているだけ、人の中での、集団いじめだと、私は取りました。はあ、集団いじめえ、それは、あの、ええ、8月16日のライブがええ。はあ、もう、あの、もう、着物さんの、あの、うん、話聞いたら、わかりますよ。 あの、昨日と、これこれさんのとこに、突した女性が、怒ってたのが分かりますよ。うん、これは、あの、私、本当に、みんなの、あの、うん、誰のリスナーでもなくて、私は、見てるのは、これこれさんとノックさんしかいないので。はい。なんで8月16日見,見てんの <laughs> うん。で、ただ、あの、ノックさんの場合は、はい、あの、 なんていうのかな、うん、時より笑いを込めて、うん、みんなが飽きそうな、はい、飽きそうだなっていう時に音楽流してリラックスってやるじゃないですか。はい、そういう感じではなくてすっごい重い空気の中の下野さんがもう本当に悪い宗教の教団のような形で発した言葉。はい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 かた。確かに英句に対して死という言葉は使わなかった。 のは確かです。でも、それを匂わ,わせて、周りに、それっぽく、リスナーに、そういう言葉を言わせたのは、うん、着物さん、あなたです。私は着物さんを知らないけれども、着物さんに言いたいです。うんうん、もし、A 君に万が一のことがあったら、うん、あなたが責任取るべきだと。 はいはいはい。あはね、それはね、配信そう思いましたあ。まあ、確かに。はいはいはい。そのぐらい私、他人なんですよ。まるっきり他人なんですけど、うん、そのぐらい私は、うん、怒りを覚えたのが、初めてですね。あの配信、配信者に対して。確かにもう声が、ね、そう白心 <laughs> 変わってるもんね。すごいね。えー、はいはいはい。なるほど。ほんほんん。で、まあ、その配信を小石さんは取り合えたと、8月22日に。 昨日、昨日、これこれさんが取り上げたんですよ。昨日取り上げたと。昨日の、その取り上げた内容もあなたは見た同じです。同じです。これを1から10まで突者は言ったんですよ。女性に対するあのことを1から10まで言ったんですよ。でも私、あえてその言葉はここでは避けたいと思うのは、 あの、その女性もかなり傷ついてますし、はい、もし万が一第三次会で、今度女性の方が今度万が一のことになったら大変なので、私はあえて言えないです。はいはい。はいはい、ただ今は私は、うん、あの、着物さんに怒りを生じます。うん。ゴーゴーさんのファンでその取り上げた配信を見たが、内容が違ったんですか いや内容は、あの。キモさんが取り上げたら、それで、あなたもある意味、なんか、まあ、スカッとじゃないけど、なんかね、腑に落ちて、ああ、よかった、取り上げてくれた、ああ、こうなったってなりそうなんだけど、そうじゃないってことえ、あの、着物さんはこうでしたよ、ああでしたよっていうことで、あの A 君、やはり私と同じように、A 君に言い過ぎではないかということを言ったんですよ。大さんがそそれででああののの段階 はい、あの、前ふ、私、その前の画像は見てないんですけど、はい、前に A を吊るそうっていう話みたいで、はいはい、結託したらしてたらしいんですよ。い,いよつる、誰が結託してたんですか着物くん。<laughs> 森本さん。<laughs> 着物くん。A くん。国会議事堂か。 <laughs> それで、ここに私あの、女性も絡んでると思うんですけどね。うん,う,んうん。それも、たぶ、うん、A 君だけが悪者になってるんですよ。悪者なのかもしれないけど。はい,はいはいはい。うん、私は本当に1から10までは知らないんですけど、うん、でも、うん ちょっと、これこれさんらしくならない取り上げ方だなって、私は昨日見てて、ちょっと残念に思っ,<ー>思ったのと、そういうとか。はいはい、からどういうところがなの具体的に、うん。思ったのと、うん、あと、これこれさんはもっと着物さんに注意すべきではなかったかと。うんうん、はい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 。そんな。 何かなぁはい、はい、なんか軽くあしらった程度のように私は思ったんですけどねはい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 うん,なんかよくこれ言っちゃ失礼なんですけど、はいはい、ノックさんを問い立たすことあったじゃないですか、はい、まあちょいちょい俺もやらかす時あるからねはいあんなもんじゃないんですよ全然10倍は優,か優しく取り上げたんですよ <laughs> 私それにも払ったんですよ正直。<laughs> いや別にそれはいいですよ別にはいはい。いやいやいや <うん S 1> いや、はい、だってあの肩や、うん、自殺未遂してんでし危なかったらなくなってんですよ。まあそうですよねはいはいはい。それも集団いじめいじめなんですよ。はいはいそれはそうなのそれはあなたが感じたからじゃない。いや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 。うん これは私が私に集団いじめだって言うんだったら私はみんな訴えてください具体的にはどういうところが集団いじめみたいだなって感じあののそ生放送すの A 君に着物さんが私は A 君の肩を持つこういう内容で放送するだけど最初は怒るけど気にするなよ これはえあ,のあくまでもエンタメだからって言い方したんですよ。ははははいはいはい、はいところが、どこかは違うんですよ。ははははいはいはい、はい最初からもう,もう決まってるんですよ、はシナリオが。ははははいいいいそれも発表されてるんでしょちゃんと。具体的には残ってるんですよ加害者と言われてる A さんに何だっていいようにするな何だってうん つまり A、うん、A く君が、ある女性の子。まあ、なんかやらかしたんだよね、A さんはね、うん。で、その時に B 君もいて、うん、で、B 君はベランダで、なんか、タバコなんか知ってたかなんか知らないけど、うん、A 君とその女の人は、なんか、女の人は強引にされたって言ってるんですけど、私はそれはない。 同じ女として、他に男の人がベランダにいるんだから助けるんだったら、声ぐらい出せるだろうと思ってるんですけど、うん、それこ、そこでなんか、A 君はゴムをつけずに、うん、あのー、したと。だけど、立たなかったと。うんうん、だから僕は入れてないと。<laughs> でか、で、その日に、 その日の夜に川の字になって3人で寝たって言うんですよ、彼女の家に。はい。強姦しされたっていう男を止めますかはい,はいはいはい。それで、その、その後、A 君は朝早く帰ったと。その後、はい、B 君と女の人はやってるんですよ。B 君はゴムを、ゴムをつけたらしいんですけど。あ、B 君もその女性とやったのうん。うん、<laughs> で、はい、また、あの、うんうん で、その2週間後になんか出血かなんかして病院に行ったら妊娠してるって言われて、はい、それでそれで妊娠してるから大丈夫だろうって言って A 君がなんか根もつけない中出ししてどうちゃらこうちゃらって話になって生々しい話になってしまうんですけれども生々々,々,々、はい、うん、なんかすっごいもう生本当に私の言葉ちょっと、うん、とってもこれ以上のことを言えないぐらい生々しい情景なんですよ。はい そこで、そのことをなんか、うんえあの、女の子は相談したんでしょうね、着物さんか誰かに。うん、それであの、大ごとになったらしいんですけど、うん、でも、A 君いわく、これ、私も分かります。うん、A 君いわく、うん、A と B、女の人の中では、もうこのことはもう、大ごとにしないように、晒さないようにしようねって話やってたらしいんですよ。はい,はい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 。 着物、着物さんなんですよ。はい。それで、このことは、他の、うん、あの、配信者には黙ってろって、本人が言っときながら、本人がベラ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 喋ってたらしいですよ。はい。うん。そしたら、一番の悪役は、着物くんじゃないですかうん。え、でも、女性が、でも、相談持ってったわけだよね。 着物にそこはちょっと私あの<お>ななんかゆあの着物君とえ女性はどういう仲なのか私も分かりませんけど <laughs>、うん、でも私はあのそんな堕胎、うん、がどうのこうのっていうよりも、うん、あのそれも大きいことかもしれませんが、うん、A 君をみんなで袋叩きに ネライブのネッ,トネット上の中でその人だけが呼び出されて、うん、みんなでばーって言われたっていうのがそれって今のネットのじ時代なんですかなるほど。えー、集団いじめと感じたのは具体的には、えー、登場人物の、えー、A 君という方をひ誹謗中傷してたんですかはい え、A 君という方を何、何だって叩いてた何でみんなで叩いてた何、何の話いじめてた。じゃあじ、言い方変えます。いじめてた。A という方が攻めてた。攻めてた。攻めてた。それはでも攻められることをしたんじゃないの A さんえ、し、ま、し、したみたいですよ。うん,うんうんうん。したみたいだけど、うん、その、その、攻めるのはしか、攻められるのは仕方ないかもしれないけれども、うんうん、その前に、3人で話し合ってんですよ。 A には内緒で、うん、あの俺がうまく A には言っとくから誘導しとくからここに出出、はい、出させるから、はい、っていうことを結託してたんでそこが許せないんですよ着物着物さんに私ははい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 、えー、配信に出演させるためっていうことですかそうですそうですそうです。うん。 で、あの、い、い、いろんな人がやらせ問題あるかもしれないけれども。はい。女性、女性が子供を下ろす。あ、ごめん。っていうのは。そ,くそして、配信に。女性は。世界、あの、許せれないでしょう。うん。えっ、ー、と、俳句やらす。うん、もう。 私はそれは絶対許されない問題じゃない、許される問題じゃないと思うんですけど、はい、皆さんいかがなんですかアリシナルさん、はい。あ、ちょっと待って、えー、配信に出演させるために何、何をしたのはい <laughs> えっと、えっ、ー、と、キモく君が配信、A さんを配信に出演させるために何をしたのごめんなさい、すっごい電話聞きづらいんですけど。え、マジっすかあ、聞こえますか僕の配信切ってますよね、ええ。OK。 聞こえますか ?1 足す1は 2>, ?2、二ですか ?OK, OK, OK. ちょっとイヤ,イヤホンつけた方がいいのかなイヤ,かイヤホン、イヤホン、イヤホンとそんな聞こえないのかな,のなはいはいはい。はいじゃあはい。つけてもらって。はい。うん。すごい、なんか大丈夫かな熱くなってるね。 <laughs> すごい,いやいや私本当にあの、うん、誰にこの話ぶつけていいのか、はい、もう分かんなくなっちゃってはいはいああごめんなさい言葉の荒くなった私が聞こえますか声聞こえます OK ーーですえっとえきもくんがその A さんを配信に出演させるために何をしたんですか A さんはあの、うん、その AA くんね A くんうん A 君は、うん、あの、なんか、うん、とにかく、あんまり喋らなかったですね。うん。うん。A 君はもう、は、もう、しなんて言っていいのかな。うん、もう、放心状態のような気がしたいやそうでした。普通さ、多分そういうところにさ、出たくないじゃん。だ、だから出させたんじゃないですか あなたが言ったんだけど、だから出演させるためになんか結託とか言ってたけど、なんかどういう方法を取ったんですか、うん、だから私は関連スでも何でもないし、リスでも、<laughs> <こ>リスでも。昨日のコレコレさんの愛し見てたんじゃないの、うん、はい昨日のコレコレさんの愛し見てたんじゃないですかみ、見てましたよ。見て、見てました。私は、あの、うん、と、途中者の女の人を、うん なんていうのかな、うん、なんて言ったらい,いのかな突出者の女の人を、うん、あの、あまり真剣にお話聞いてなかったような気がする。これこれさん。うーん。うんうん、私、<laughs> もっと、あの、着物君を責めるのかなって思ったら、全然そうでもなかったし。うんはい、はいはいはい。僕,あ僕あ、その配信の僕に着物から泣きながら電話来たんだよ、みたいな言い方されてて。はい ははははいはいはい、はい私、私はもう、はいあ着、着物をやらかしたな。着物あの、もう、これこれさんのとこに行ったら大変だから、うん、あの前もって言ったんだろうなって私は思いました。うん,うん、うん、あれはもう少しこれこれさんが詰めるべき問題じゃなかったかなって。はい,はいはいはい。私はもう、本当は私もう、突入者の、 助け,たか助けたかったんですよ、すごい気持ちが。はいはははいはい、はいもういや、そう、ここはこうだったんですよ本当のことなんですよ、本当なんですよっていうようなことを、私は言いたかったんだけど、うん、私、こうやって、あの、うん、配信者に電話出るのなって初めてなので、うん、うん、でも、これは絶対言うべきだな、正直、うん、あの、私は、あの、 着物さんは配信失格だと思います。うん、そこまで言うのはい。<laughs> すごいね。うんいや。私、一度しか聞いてませんよ。たまたま、しかもその日がてもう聞てもないですから。はいはいはい。はい。うん。あの言い方は、だって、 あのその結託してるときに、はあ、A 君抜きでの3人の話、笑い、あは、ああ、やっぱあ,あれ、あいつつられたいよ、あはははははってあはって、今何分だ、ああ、何分ぐらい、にあいつまた出てくるからな、あははおははって言ってたんですよ、本当に。ああ、今ね、なんかね、他の方から来たわ。A 君を YouTube ライブに上げるために先に台本を作って、A 君の味方になるから、配信出てくれと話をして、つぶやに上げたことを怒ってるのであって書いてあるけど。 そうです、そうです、そうです。そうなんかい。で、俺、この質問をさっきからずっとしてたんだけど。あ、ごめんなさい。ああ、いえいえいえ。あはいはいはい。こういうことね。うん。もう、もう興奮してな、何かうん。<laughs> 頭が。うん。それは本当に言ってたんですかちょっと一回大丈夫ですか落ち着いた方がいいっすよ。大丈夫かな いや、うん、昨日から、昨日の夜から、もう腹立っ,たたって、腹立って。そんなにうん。うん、もうなんか、申し訳ないけど、私、これ、これ、さんに腹立ったんですよ。これ、さん、まあでも内容的にはそうだよね、まあ、はいはいはい。だって、うん、いつもあんまりバンバンバン,バンあの、うん、いろんな人のこと言う、同じユーチューバーのこと叩くくって、なんで、うん、なんで、今回は。 人が生きるか死ぬかなのよ、女、別れる、女,が女ととか別れるキレの話じゃないのよって、はい、思いましたもん。はい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 。うーん、うん、じゃあ、配信出てくれと、つ、えー、って嘲笑ってたことも怒りってポイントってことですか。嘲笑うまでは言いませんけどね、うんただ、軽く流されてたかなって感じ。う 多分あのー、昨日あのコロコロさんの配信見てた方は大体わかるんじゃないですかねはいはいはいなるほどねうーん着物さん見てなくてもうーん。でもあの着,着物さんのあれは最初のあれがひどかったですよ本当 <laughs> ほんとになるほどなるほど,るほど叩く前の話ねうーんでこれはこれさんになんて言ってほしかったのじゃん そのの私は、私はあの、うん、昨日の段階で、うん、あのー、わざわざ、突してきた女性の方の意見を、ちゃんと聞いて、うん、お前、そ、あのー、そういうの、そういうやらせはダメだろうと。うん、いくらやらせであった、あのー、シナリオがあったとしても、うん、それは行き過ぎだろっていう言葉は欲しかった。それ言ってたんじゃない言いそうだけどね、それは 言わない言ってだっけ言いすぎだ、えー、言いすぎだったら、<お>あの、うん、あの、A 君が自殺、自殺あの、自殺未遂しましたよって言ったときに、うん、あんなにこれこれさん驚きませんよ。うん、えぇって驚きましたよ、これこれさんも。なんで驚いたの、それは。だから知らなかったからじゃないですかああ。うん、着物君も知らなかったみたいですけどね。わかんないですけど、そこ。私、着物、着物さんの言う,言う言葉は一つ一つ信じられませんから。 はい、ただ、これこれさんも、えっ、ー、っていう、あの本当にあの A 君が出た時に、はい、A 君が出たにあに、あのー、はい、はいあの、自殺未遂しました、警察も来ましたって言った時に、うんうん、これこれさんは、えっ、ー、ってすごい驚いてましたからね。驚くってことは、自殺未遂してないっていう話で進んでたってことそうですよね。 そそれれががめくられたってこことと本人うういですだから、うん、そこを私もっと追求するのかなと思ったんですよ。なるほど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 。でも追求なさらなかったんでしょうプリコリさんはああ。なるほどなるほど。はあはあはあ、ただ<ー>なんか「心が弱い」とかなんとかって言ったかな男でも女でも心弱いとかじゃなくって、うん、あの世界で流されているところで、うん、みんなに「 バン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 ン叩かれて、うん、自分は1ミリの逃げ道もないのに、うん、みんなして本当袋叩きではないけれども、うん、そうやって叩かれてるのに、うん、誰一人優しい言葉をかけずに、うん、で残りの3人は「笑ってた?うん」「その後二次会って言って宴会やってる?」「ふざけるな」と。うん ううこそこは私がインタン見たわけではないのから、本当かどうかわかりませんけど。うーん。木さんが二次会だ、二次会だって言ってたから。ただ、今日ちょっとビデオ見たんですけど、うんあのお、男の人が去るとき、A 君が去るときに、もう、俺は人殺しなんだろう、人殺しなんだろう、俺が死ねばいいんだって言ったところがカットされてるんですよ。はい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 。私、見回しても乗ってないんですよ。 はい。カット。そこだけはなぜか。はい,はい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 。私の言い方が悪いのかどうかわからないんですけど、持ってないんですよ。はい、はい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 。最初見た時はそう。男の人の反響になったんですよ。最後に。反響な。うん、だから反響なんていうか。<共>もう。うん、うん。あのー。うん、みんなでバーって言われたから。うん、あの、えい君は。うん、じゃ、俺が。し、俺が人、俺は。 子供を殺したんだから俺が死ねばいいんだろ俺が死ねばいいんだろって言ってたんですよ帰る際に、うんはい、それでいなくなっちゃったんですよそしたら A た「A が逃げた A が逃げた」とか言っちゃって、はい、<laughs> で,でもそこは残ってないんですよ、うん、今私が見てる範囲では。うんうんうん なぜか。不思議だなーって私は思うんですけど、なぜ、うん、か残ってないんですよ。うんうん、だから、どこまでこれこれさんに本当のことをゆ、着物さんが言ってんのかどうかも私は知らないけれども、うん、これこれさんらしからぬことだなって私は思ったんですよ。 これ苦しみなんてとことん最後まで最後までこうばあってやる方なのにちょっと追求甘いんじゃないのかなって思う。ちょっとあのアなたから来たラインをこれ見た見てもよろしいでしょうか。あどうぞどうぞ。公開してもいいですか。いいですいいです。名前書いてないないないいいあいいです大丈夫です。ありがとうございます。ここになんか書いてあるんでそれ見た方がいいのかなと思ってはい。 えー、ノクザはじめましてし、どあ、いいですよ、そんなもの。えー、配信者着物チャンネルは最悪です。8月16日配信で公開いじめ、えー、A さんに公開いじめです。着物は自分の信者は俺の言うことは絶対だからと。私ははじめまして着物の放送を聞いてましたので、アンチェムリスナーでもありません。登場人物男さんに A1 人。A A 君もひどいことをした経験があるようですが、あの放送は女性を擁護するというより、A 君を吊るし上げるための放送だと感じました。放送終わってからコロコレさんに泣きながら配信の後話したそうです。それも計算では、昨日コロコレさんは A 君がミニしたので軽くスルーされていました。本当に亡くなってたらどうなるのでしょうか関係ない話ですが、私は子供できない体の女性は3回も大ゃない同時で,できません。 えー、やらせ、前もって A 君を陥れる台本を作った着物に何も処罰はないのですかはい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 。なるほどね。うん。わっかうーん、わかりました。はいはい。まあ、いろいろ聞きました。でど、ど、どうしたいんですかね、うん、今回は。そして、うん。そうなの。うん。だから私は、うん 着物さん、配信やめてほしい。ただ、それだけです。えー、それ、えええ。子供をだっ,だって、基本は、はい、あの、うん、女性を救うための配信だったんですよ。はい、うん、目的は。はい、ところが、栄訓を晒し上げるたの配信に変わってんですよ。 はいはい,はい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 。趣旨が違うじゃないですか。はいはいはい。<laughs> それで俺のし、俺の信者が、俺の信者が。で、誰かがひ一人言ったんですよ。あの、うん、これは冤罪だ冤罪だって書き込みしてる人がいたんですよ。うん、それはスルーしてたんですけど、うん、自分のいいところはもう絶賛、うん、してて。はい,はいはい。まあそれはよくあることかもしれませんが。はいはいはい。 でも、うん、あのその結託してる B 森本、はい、キモの、はいはい、この三人の本性し、うん、ここにもしね私が騙されて A も加わってたら人間不信になっちゃいますけどね。うん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 今でも、うん、はいどうぞはい。でも私 <laughs>、うん、あれでおじ女性の方は納得し してたら、女性も加わってるうん。うんのかなって、悪く思いたくないですよ、女性の方を。うん。でも、うん、そう思っちゃったんですよね。あの、ぶっちゃけ、この話は、これこれさんか、それか、着物くんに、それは言わないの私、うん。 全然着物さん興味ないですから、たまたま、<laughs> あの、つけっぱなししたのが着物の、着物さんがなってたっていうだけであって、掃除してたから、ただただ、ただ、ただうな,なんか誰かが怒鳴ってるなぁ、みたいな感覚でいたから。でも本人、ここまでのさ、怒りを持ってるわけだから、本人に直接言えばいいんじゃないのそれはしないの昨日、突入車の女性が喋ってんですよ、うん、着物さんと。はい,はいはいはい。グループで。はい。 うんでも態度が全然違うんですよ。どういうことどことどこの態度が違う話し方といい雰囲気と全部違うんですよ。うん、でもう女の人はもう怯えたの途中車さんは怯えて黙ってました。はい、はい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 。あ本人んどういうこと <laughs> ん 自惑で言うとあっちやっぱあのそれはその配信者を応援してるリスナーが多いからなんかい萎縮しちゃううっていうことどうなんですかね、うん、女性の方はあの、うん、な何つっていいのかな、うん、あの多分これこれさんあまり真剣じゃないから言わなかったのかなって思ったこともありました。 私もあそこで言っても、うん、あな何だあのーうん、ここに出させてはくれたけど、うん、と本当の気持ちで取り上げてくれてないんだって思ったら私もしゃべらないしゃべらないと思いますはいはい分かりましたでははい、はい、い。引退ししてほしいうん。うん、これじゃあどうすんの<で>本人に言った方がいいのこれは 本人に連絡してみる着物君に。どうなの<あ>私、グループとかできませんけど。いやー、いや、俺が持ってるんだけど、ど、どうするそれは君本人が伝えなくていい。あ、いい、あ、じゃあいいですい私言います。はい。あー、えグループ通話で。お願いします。したいってことですか。はい。そう <laughs>、連絡してみるかじゃあちょっと。会ったことあるからね、俺。何回か。 いや、私、うん、初めてですか顔もほとんど覚えてませんしね。昨日チラッと出ただけで。うーん、はあ。ちょっと連絡してみる <laughs> ただでもね、引退してほしいっていうのは、それはね、ちょっと、黄金すぎるのかなと思いますよ、その願いは、は。さすがに。私がですかはぁ、あ。はい。え <laughs> <laughs> だってね、それ、引退うまくするかしないかはね、本人が決めることであってね。じゃあ、人に甘くな引退するぐらいの,、うん、あの、そういうことまで、人をあの死に追いやるぐらいまでやるんだったら、引退の覚悟はあるかっていうことですね。うん、引退の覚悟があるか。うんうん、すっごい話やで。 <laughs> DM をするわええー、お久しぶりですえーうん、ええー、んかえー、物申したいまあ本人に物申したいってことですよねですね <laughs> うん <laughs> えー、物申っていうかあ私あの配信者の気持ちわかりませんからねはい 配信者の気持ちというのがわからないですよ、はい、正直言ってうん、うん、ただ、うん、行き過ぎた行動には間違いないと思うんですけどそれをあのよくテレビで「やらせやらせ」ってやってんじゃないですかそれでも人を生きる死ぬまでの「やらせ」はやってませんからねでも YouTube は許されるのかなって そういう疑問系うん。うん。これ以上言ってるとまたループループってメットに抱えてますけどね。見てませんけど。うん。別にそんなことは俺言ってないよ。うん。私と同じ気持ちの方っていらっしゃらないのかなぁ、うん。うん。それ LINE でグループ通話がいいですか、うん、?LINE って私やったこと ないけど、うん。えー、LINE グループ通はえー、できますか。ううんうん。八 <laughs> 月十十六日の YouTube ライブの件でいいんだよね。そのあの載ってますね。八月十六って。ええ<あー>。うん。なんか前半後半に分かれてるみたいなんですけど、前半が見てない。うん,う,んうん。 はい。一応今、連絡してみましたよ。本人に、DM で。はい。<laughs> うん、私、変ですかいいよ。うん。どういうところ持って変なのあ、<よ>出てくれるそうですよ。え着物、はい、着物さん来るそうですよ。はい。おー。夢叶った。うん 終わったんど,どういうところが変ですかって聞いてんの、うん,んはい <laughs>、うん、えっ、ー、と、俺の LINEID あった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 。うん、え、あのー、うかうん、何かのために、うん、あのー、撮ってたんですよ <laughs> な。何を撮ってたのあの、うんとー、うん、何でしたっけ、うん、<laughs> 名前が出てこない <laughs>。 えっと、うん、スキャンのやつ QR コードですかええーはい、あれを残してたんですよ、はい、自分になんかがあったら、はい、うん,うんなるほどねああ,あ待って黒い携帯、うん、ちょっと待って URL ちょっ,ちょっと待ってよそうですねあちょ QR コード,、ね、コードをあの取ってたんですよ A 君が自殺未遂しなかったら騒いでないんですよ、こんなに。OK! はいはいはい、LINE ね、うん。よかったね。大丈夫あの話したいことをまとまってるなんか本人来てパニックになりそうだから、大丈夫かなんかまとめてた方がいいぞ。<laughs> ごめんなさい。うん、<laughs> 大丈夫大丈夫そう 今のうちまとめなやん。ちょっと待って、あの URL で URLID を,を教えてもらえますかってうとこ、うんうん。まとまった まあ俺のメモ帳を使って1 1個。1、2個で終わらせます。うん、話をね、はい、聞いてると、あなたね、感情的になっちゃうって、話がずれちゃうことあるから。はい、うん。そうそう。はい。に追加してもらえたありがたい。うん、はいはい。 <laughs> うん、大丈夫、ニコ大丈夫言えそう、イエスはもう。はい。お終わった、うん。あー、連絡来ましたよ。ありがたいです。ありがとうございます。肝さん連絡来たんで、グループ作るわ。うん、はい。はい、ありがとうございますと、うん。ちょっと待ってよ。グループ、グループ。 あとでもグループの入り方がわからないって言ってたね。やったことないですね。そうだよね。ちょっと待ってよ。はい、作りました。今ね、あのね、LINE で、ね。これ<り>スピーカーにできますかうん。できますよ。あの、作りましたっていう LINE を今送ったんだけど、左上で戻れる。えま、ま、マイクを押せばいいんですか今 LINE 何が見えてます携帯画面。 のっくんの顔ですうんでうん、うん、で、左上にさなんかから戻るボタンがあるんだけど見れる左上えみんな左上だよね携帯って左上はうんえっと三本線三本線 はい <laughs> 左上にないか矢印みたいな。あまだあ右にいました、うん。ありました。右になって何になったえっと、なんかぐるぐる巻いてるのがありました。ぐるぐる巻いてる。<laughs> 右上だっけ右上 ?iPhone は左上。<右>え、使ってるの iPhone?iPhone iPhone です。今何が見えてる画面はえっ,うんえっと。うん 電波のマークうん。俺のさっきのアイコンは映ってる？ノックの顔は映ってます。あれ、左上に矢印ない。矢印ないじゃ今ね一番下にはありますけど、まあね。作りましたって言ってトークをね。送ったんだよね。ちょっとトーク戻ってさ。既読つけれる？ あ、じゃあ、LINE に行った方がいいってことですかそうそうそう。一回切るんで、LINE 戻ってもらって、はい、そしたら一番上に来てるから、かちょっと見て、確認してね。はい。うん。これとあの、グループのやり方が、わからないって来てたんですよ。<laughs> うん。これ見てくれるかなこれ、既読が、既読が2になったら、わかるんだけど、うん。 わかるかなおーい、違うね。はい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 。もしもし。はい。違うって、トーク戻ってさ、作りました、そして着物、はいって書いてあるからさ、そこのやつに戻って既読つけてほしいんだけど。はい。そう。だから俺の個人の LINE じゃないんだって、もう新しい LINE で送ってるから、 そうですよね、うん、はい戻って俺の個人じゃないからもうグループ作ったからトーク戻ってほしいんだけどじゃあ切ります多分さいろんな人とも LINE してるじゃんそこの画面に戻ってくれたら大丈夫トークですよねあれあなた友人いますよね友人とも LINE しますよね、はい、そこに戻ってみていろんな人のトークがさいっぱいバーって出てくると思うんですよそこを見てください じゃあ切ります。うん。一応切切っていいんですよね。はい、切ってもらって。うん。<noise> ああ <laughs> うん。いや、この人ね、LINE がちょっとわからないんだって。うん。はい、うん。まだです、だって。 うんえー、相談者が LINE <laughs> の使い方がわからないそうです <laughs>、うん。ううんん ま、正直ねなんで LINE 既読早くつけてくんのもうみんなどうやっん早く既読つけてほしいんだけど。とりありま。うーん。うーん。あー、既読についてるねじゃあこれで書けるわ。オッケー。これでできたわ。 ああ、できましたね。入りましたか入りましたよ。あ、ありがとうございます。よかった、よかった。ようやく。遅くなりまして、すいません。皆さんお待たせしました。すいません。あ、いえいえいえ。あ、もう待たあ、本人来たんで、本人にも言った方がいいですよ、それを。なんかちょっとよくわからないんですけど、状況がまず。えっと、なんか、肝、もさんになんか、物申したいというちょっと女性が来てまして、はははいいい8月16日の YouTube ライブの件だそうです。 はい。どうされましたはい。はい、こんにちは。はじめまして。はじめまして。あの、昨日、これで来さんの番組に出てましたよね。うん、配信に、はい、は,いはいはい、はい、はい。はい。あの時に、突者がい,、はい、いらっしゃいましたよね。はい、はい。いらっしゃいました、ね。あの方の言ってる言葉って、うん、はい。すべて本当でしたよね。いや、すべては本当ではなかったですね。 あれって、なんか、やらせっぽいのありましたやらせっぽいのがありましたっていうのは、どこでやらせるかどうかっていう。あのー、じゃあ、あの、間違ってること、はい、昨日の土地屋さんが、あまり、はいはい、あのー、引いてたもので、はい。本当の答えが私は聞き取れなかったんですが、はい。どこが間違ってましたか え、どこが間違ってたかどうかっていうのを、僕に聞かれても多分本人なんでわからないと思うんですけど、お名前、紀子さんでよろしいですかね。紀子さんはどかな何か悪かったかどうかっていうのを、あると思いますかはい、はい、わ私は、はい、あの、女性の方は、あの、はい、のあの、題としては、はい、結局、 男と女の人の問題で、はいはい、A, A 君の問題が主で、はい、であの、女の子がかわいそうだねっていうことで、はい、そういうことはないようにっていうことでの配信だと思うんですよ。はい、はい、そうですね。だったんだと思うんですよ。はい、でも、私が見たには、はい 着物さんは、あの A 君、A、私は A 君っていう人を全然存じませんよ。はい。悪いこともしてるんでしょう。なんかあ,あるっていうこともおっしゃってましたから、はい、あったんでしょう。はい。でも、名前は言っていいのかどうかわかりませんけど、はい、B 君、森本さん、着物さん、はい、3人が最終的に、はい。ボっコぼボコにしましたよね。はい ああまあ、そういう,うい言葉で言いましたよね。それは、まあ、私の勘違いじゃないですよね。うん、勘違いではないと思います。まさそれで、はい、着物様あのまさ,かまさかと思ってたのかもしれないけど、はい、A 君が自殺未遂するとは、本当に思ってませんでしたか、はいはい、え僕は、強さするような言葉はその場では言ってないですね。 いいえ、言ってましたか、じゃあすみません、調査する葉をいや調査っていうんじゃなくて、ちょっと配信者さんだから、口がうまいのは分かってるんですけど、私の話をお聞きください。いいですかすみません、その代わり約束していただきたいんですけど、その話をする前に。僕、話ある程度聞きますね。そしたら僕の話、最後まで聞いていただけますよね。分かりました。はい、どうぞ。私が一番の疑問。A 君は、私は、あの 関係者でも何でもないから口挟むなって言われたらそこまでなんですがはい、はい、一あの、リスナーとしてばって聞いてた時に、はい、あ、A 君危ないな、この人いやっちゃうかもしれないなと思ったんですよ。はい、やっちゃうってことは自殺しちゃうかもしれないと思ったんですよ。最後に A 君、はい、あの抜けましたよね、はい、いち早く。はい、女の人が帰ってからすぐ A 君抜けましたよね。 いやその時に言った言葉が、A 君は、うんうん、俺は人殺しだ。俺は殺俺俺が死んだ方がいいんだな。俺は死ぬんだな。って、A 君からっすっごい勢いで言ってましたよね。死という言葉を、A 君が。はい、はいはいはい。その時、誰一人として A 君を慰める言葉をおっしゃってませんでしたよね。ああ、そうだと思いますね。はい。ただ、あ,あ、A のやつ逃げた。 そうおっしゃいませんでしたかあ僕は逃げたとはいえ、そういうようなニュアンスでの発言になってまここ着物さんじゃないかもしれない。はい、森本さんかもしれない。そこまで私もう声の区別がわかりません。はいはいはい。でも、そういうふうに私は取りました。あ,あそうですで,で、その時に私は直感で、はい、あ、ちょっとこの子やばいなって最後に黙ってたから、はい、あのそういう人って黙り癖があるんです。 あ,あるっていうの私ちょっと知ってたのであこの子やばいかもしれないこれ,これだけみんなにつられて危ないでその前にあの着物さんたちは結託して A 君を貶としめるっていう言葉を言ってもいいのか分かりませんけどはい、はい、A 君をつるような形で話をしててそれから A 君を出させてみんなでふっく ことごめんなさい悪くて、袋叩きのようにして叩きながらやりましたよね、ライブを。ああまあ、そのような形で捉えられても仕方がないかなとは思いますね。それを見て、私はあ,あそこまでいったらどんなに強い男でもメンタルやられる,やられると思うんですよ。ああそうなん れあ,あ,れだけあれだけ口が達者の人がいっぱいの中で、はい、あんなに言われたら言えませんよ、はい、申し訳ないんですけど、はい、あのこれがね、あのー、あ口が下手な人が5、6人に言われたら何の,何のこと言ったんだみたいなことを思うかもしれないけど、そう言ってましたよね。でも私の捉え方は、うん 間違いではなかったですか?じゃあ。間違いでもないですし、えっと、そうだと思いますけど、はい、あの、紀子さんがもう一。一 一度、ちょっと再度、他の配信者のところで取り上げることによって、また、えっと、当人同士ではあの、こうなりましたねって、昨日の段階で終わってるのでまた掘り返すことは、うん、なんだかちょっと、あのーね、被害者感情とあの A さん、B さんの感情、被害者からしたら、もしかしたら、あのーね、あのセカンドレイプと言われても仕方のない状況なので、これ以降はあの、紀子さんの意見はもちろん尊重しますけど、あのー、僕はあの配信内ではもう取り上げたくないなと思っている次第でございます。昨日 ので、お話は済んだと僕は思っていますので、どう思われようが僕はあの意見は受け止めますが。が、えー、今後は深く深掘りして、再度その人たちに耳に入るようにすることはしないようにすると努めていこうと思っている次第であります。紀子さん、あの非常に申し訳ない。思いをさせて、えー、そのね。 非常に悲しい思いをさせて申し訳ないと思うんですけど、え再度これを取り上げて、他のところに言うことによって、またその A さんや B さん被害者に何か言われるような,なんかこととか話題に上がるようになったら、かなり、ね、当人らは苦しいと思うんですよ。 なので、うん、僕はちょっと今回で、ちょっとこれ以上の回答は差し控えいただくので、いくら悪口を言っても構いませんが、虚、うんまあ、言となることは言わないでいただきたいですけど、もう意見、うん、悪口、もう何あ煽り、もう何を言っていただいても構いません、で最後に私が言いたいのは、うん、さはなら、繰り返さないでほしない,ないっていうことなんですけど、それだったら、動画を例えば非公開にしたりとか、そうすれば、繰、はいはい、り返されるリスクが減るんじゃないですか。 ぶり返されるリスクは減るというか、最高か非公開については、うん、これは、はいあの、あの、別に言う必要もないと思うので、はい、これも、回答をなぜ差し控えてるかっていうのを、はいあの、察していただきたいです。以上です。お疲れ様でした。ああ、じゃそれでいいんですか、じゃあ。あ、消えたわ。<laughs> うん。いや、ぶり返してほしくないっていうのが、肝臓さん意見だったら、そうだったら非公開にしたら、もう二度と誰も見れなくなるから、ぶり返されるリスクは減るよね。っていうのが僕意見もう一ついいですかあ、消えました。 もう,いもういないですかあいないです。い、はあ。あ,あ、もう一つあったのに。はあ、えでも、どこなんだろうね<私>そこは非公開にしてあげたらいいんじゃないかなた、ね、逃げたという、あいや、しし私、ぶり返してませんよ。いや、ぶり返してはいると思う、そこは。<laughs> そこはぶり返してると思うんだけど、はうん、私は、生死のことを言っただけですよ。女性に関わっったこと言ってませんよいや疑問さんの意見としては、昨日終わった話だと。 それなんでやってんのっていうことだそうですよ。どう思いますか和解してませんでしたけどね、昨日。そうなのはい。これこれさんに言ったから、それでおしまいだと思ったんじゃないですかキングですから。<laughs> キング <laughs>。かっこいいね、英語にすると。 わかりました。それで話し終わったら、はうん、YouTube は何やっても OK ってことになっちゃうじゃないですかね。別にあの奥さんに立てつくるわけではないんですけどね。うん、私もう一回聞きたかったのが、うん、あの、A さんが、あそこまで言ったら、うん、あの、本当にあの、うん、袋叩きみたいなことを言ったってことは証明できましたよね、今の言葉。 いやまあ、でもセカンドレイプになる恐れがあるって言ってたから、だったら非公開にすればいいのかなって思っちゃったんだけど、俺。普通に。そこはどうなんだしたそれの回答を聞きたかったけどな。そしたらなんかもうこれで終わりますって言われたけど。<laughs> え、なんでだろうな。えっと、そうじゃない。とそもそもこの取り上げたアーカイブを、まあね、そうすれば、そしたらもうね、ぶり返されることないから。うん。まあもう相手はもうね、中う<や>。途半端に消す,消すなら全部消せばいいのに。はい。 もうこれ以上私もじゃあ、うん、こうやってあの昨日の凸尺者も聞いたんですよ。うん、同じく。はい、同じ、私も同じ形て引けざるを得なくなっちゃうんですよ。ちょ、うんうんうん、たら、誰も凸できないじゃないですか。何か分かんないです。一言,言いたいことがあるっていう話はもう一つ。うん、あの A 君はあそこまで言われて、死というものをあの考えてなかったのかっていうことを聞きたかったんですよ。どういうこともう一回言って。A 君に、A 君をあそこまでみんなが言って、A 君が死ぬ死ぬって騒いだときに誰も止めなかったからかか、かばはなか止めないしかばわなかったから、A 君が本当に自殺し,し,しようとしたとは思わなかったんですか それで、これこれ、これこれさんにはそのことを正直に話したんですかっていうことを聞きたかったんですよ。うーん、そこは、中途半端なことしかこれこれさん知らないと思いますよ。うーん、でもそこは、だって人間そうじゃないですか。自分のいいことは全て隠して、 あ悪いことは全て隠して、いい、あの、自分に都合のいいことしか相談しないじゃないですか。まあでもそこは、後で、こロ小屋さんの LINE で、なんか釈明してたってことだから、考えてたんじゃないのそこは。いやいやいや、私は、まあ、皆さんがそれで信じるんだったらいいんじゃないいいかと思いますけど、私は信じられないですけどね。えそう思うよ、俺は。そのぐらいひどかったんですよ、あの、うん、あの残ってる。 やつ、うんそ。残って、消したのももっとひどかったんですけど、残ってるものをひどいです。うん、もう、あの、皆さんにす見てって推奨できないぐらいひどいです。本当にひどかった。私、今まで見た、あの、日本であの生、相談者ね、相談者の配信者の中で、一番ひどいなと思いましたね。 それだけです今日は取り上げていただいてありがとうございましたあええ、ただあの引退してほしいっていうことだけどまあこれはね外野が言えることではないからまあ一応ね日本ねみんな何々わ、うんね、かってます犯罪以外はい、はい、自由だと思うんで何やってもそこはちょっと横暴な意見になっちゃってるのかなと思いましたよだから引退してほしいとか言うんじゃなくて、はい まあ何て言うんだろうなそういうことはなるべく控えるようにしてほしいとかそういうふうに言った方がいいのかなと思いまいやちょっと正直な気持ちを言っちゃったんですよねああごめんなさいああまあ高ぶっちゃったことかうんあ私し嘘つけないのでうはい私失敗しませんからじゃないんですけど私嘘つかないので ああ本当の気持ちをぶち,むぶちばつけちゃったみたいなうんうん、はい、私はメイハラではないのでメイハラの人は言いますけど私ははっきり言いますメイハラメイハラメイヘラの人は言えないじゃないですか何もはいわかりました <noise> で,もでも私はそうではないのでしゃべれたということでじゃあもうこれで大丈夫ということですかね あ、私、全然、はい、あの、ただ、あの、本当のことを、でも、ギモノさん違いますね。はい配信者、配信の時と、うん、本当に180度違う人なんだって。何の時とでも感謝しますし。だから何の時と180度違うってことを言ってんの、はい、え何の時と180度違う私、あの方は本当に知らなかったんですよ、全然。 <laughs> 俺の質問に答えてくれない <laughs> 何の時と180度態度が違ったと思ったのあ、うん、あの、<laughs> えー、なんて言ったらいいのかなうん。どっかの宗教の教団はの言い方だったんですよ。<laughs> うん、本当に。うん、はいびっくりしちゃうぐらい。それで今の話で。違う回答が来てるんだけど。 この <laughs>、うん、質問は、なんか態度が違ったって言ったけど、じゃあ何の時の態度と違ったのかなっていう質問なんですだから、あの、うん、配信の時ですよ。ああ、字枠の時ってことですかそれともこれこれさんの枠に出てた時と、の時の態度ですかこれこれさんと今は一緒です。でもこれこれさんのがもっと穏やかです。もう何の話あの。確かに合わなさすぎだろ。わ <laughs> かりました。うん。うん、じゃあもう大丈夫これで。 取り上げていただいて本当にありがとうございました。はーい。じゃあ、お大事にしてください。リスナーの皆さん、ごめんなさい。不愉快な思いさせて申し訳ございませんでした。あ、いえいえいえいいい。じゃあ、すいません。はい。<laughs> まだ、うん、ちょっと途中、あれだね、会話ができてなくなってたね。うん、うんんさて。 じゃ、次の方いこうか。まあ、相談がある方はね、ライオンててくとかさい。うん。うん。なんかコメントめっちゃ荒れてんじゃん。<laughs> すーごい荒れてんね。うん。すーごい荒れてる。やっぱ荒れたか。 あ、スパイシーどうもね。えー、次の方、次の方。あ、いたわ、うんい。序盤からすごいね。かけていいですかと。普通はかけていいですか。うん ただ、ただちょっとあれはないかなと思ったけどないし、なんか正直つまんないかな、あんなやり,やり方やったら。じゃあ俺の感想言っていい、うん、あの喘ぎ声のくだりはつまんないだろう。あれ面白いの。だって、普通にね、話し合いしたいっていう方からのね、相談なんだからね、話し合い乗ってあげたらよかったのに。うん。なんかつまんねえんだけど、<laughs> マジで <laughs>、うん。 全然まだまだね、話したのにね。って、僕は思いました。じゃあ、ちょっと次の方行くわ。あ、ツアー OK だそうです。も<し>あ、もしもし。 ああ嬉しいああすいませんすみませんああこんばんはあいあいあ,ありがとうございますはいじゃあちょっと相談ということではい、はい、あの、はい、大学生の21歳の息子なんですけどはいあの高校時代からひあの部屋持たせてるんですけどああはい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 もう <laughs> いつからからな大学入ったのが3年前で、はい、その前からもちょっと、うん、どんどん散らかってきてたんですけど、うん、とにかくペットボトルを貯めるんですペットボトルの中身はなんかよくよろしくないものが入ってるみたいでちょっと待って <laughs> <laughs> 部屋にペットボトル食でてそうペットボトルってまあ 例えば、例えば、ジュースだったら、ジュースが入ってますよね。お茶だったら、お茶が入ってる。そうそうそう。その中で一体何が入ってるんですか、まあ、それは。コーラが入ってるものもあれば。はい。なんかわからない。それって、あの、それで <laughs> あの、おしっこってこと、<laughs> 尿っていうことでしょうか。のようなものが入ってるような。でぶっちゃけ尿はわかるよ。だって、黄色でちょっと濁ってたら尿だよね、絶対。だって、コーラの容器にさ、コーラって黒色じゃん。そこに黄色いもの入ってたら、もうそれって尿だよね。 だね。うんだね,あのねだそういうことでよろしいですか<ん> <laughs> そうなんです。あの押し入れに隠してたんですよね、うん、マジか、あれね、隠すとマジで異臭騒動起きるし、うん、確かね、爆発したりすると思うぞ、アンモニアで。真夏は。でももう、かれこれ、2年くらい。え、それ、相当たま、しかもそれ1個だけじゃなくて、うん、写真送りましたよね。 おいおいおい写真があるとお<っ>やばいやばいやばいややややこれこれそれかよ <laughs> マジかよいやこれちょっと見せれんよこれは、うん、それは見せ,見せたら見せれない見せれないこれ何個あんのこれ大体で、ね、いいけど今日私が捨てたので<お>えっとなんだろうカゴに 3,、うん、3カゴぐらい捨てたええ やばい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  ただ今日帰ってきたんですね。はいはいはい。あ、彼が。はいはいはい。旅行に行ってて、その旅行に行ってる間に片付けようと思って。はい。ふ、普段入るの嫌がるから。これさ、百本ぐらいはあるよね、絶対。あ、二百本ぐらい。二百本ぐらいありますよね。はい、はい、はい。はい、はいわかりました。はい。とても困ってます。困ってますね。もう、や、や、もう、私があまりにもね。口うるさく言うから、もう慣れちゃってて。 うんやるうんやるって言ってああ、片付ける片付けるとはいうんがもうこれかれこれ3年ぐらいは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 いになっっちゃててはいはははいいい困ってる注意しても治らないと治らないていうか途中まで途中までやるんですよでもとても一日じゃ終わらないしアルバイト行ってるんですねうん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  でおあのー、夕方から夜まで行ってるんですけど、うん、もう帰ったら、うん、何だろうゲームしてるかなんかしてて、うん、朝は寝てる、うん、はい、はい、わかりました <laughs> かしこまりましたはい <laughs> そんなことがあると <laughs> はいはいはい注意しても治らない、はいうん、で今回どうしてほしいって感じかな <laughs> ちょっと注意してほしいあーそうだよ <laughs> 同じ同世代が注意した方がいいかもしれんねうん私うちあの父親がいないんですねああはいはいはい、はいうん、でもう何年かな 10, 10年くらいもうそういう生活になってて私は実家の近く実家の持ち物の家に住んでるんですねだからあの家に困ってるわけじゃないんですけど、はい あのずいぶんなんか金銭的な分では、うん、ちょっとこうきつく、うん、きつかったところもあると思うんですけどあまあちょっと苦労させたんやじゃあ苦労してるいやでも偉いけどね大学まで行かせてたら相当すごいけどな<ー>、はい、そんなことないですわかりましたじゃあ注意しますか <laughs> お願いできますかあのねあのねあのね、あのー、なんだっけお部屋を掃除する業者とかいるじゃん はいそうあの業者が一番嫌な作業がこういうペットボトルおしっこ食べたやつを処理する作業が一番しんどいんだって <laughs> やっぱり私がするかなぁだからそれぐらい労力がかかることなんですよこれいやだってそうだもん、うん、もう23本でももうもうほんとでも、うん、あのうち2階なんですけど、うん、トイレが下なんですね、うん、そこに持っ っていいくまで重いしあーそういうことかトイレがちょっと離れてるってことかそれもあるし、うん、うちあのペットボトル洗って、うん、あの持っていってるんですよねえらいねちゃんとそのまま捨てずにちゃんと流してすすい通るとそうですそうですはいえらいですわそれをやりたくない私はそりゃそうですわ <laughs> <laughs>、はい、じゃあえ本人いるのお部屋にいます先ほど <お>旅行から帰ってきてじゃちょっとかわいいちょっと話したい話したいと反対話したいって人がいるんだけどついて,言って <laughs> 怒るかないやいや,いやねえあれいない下かなお、うん、うん、<laughs> あっ下にいるみたい,はい,はい、はい ねえちょっと秀君と話したいって人がいるんだけどお願いちょっと話してくれあと10分って何してるのるんああ今学校の課題してましたあと10分待ってって言ってる、えー、すいません分後はじゃしゃべれるってことかすいません <laughs> えちなみにあのトイレに行けない理由とかって聞いてるんですか <laughs> あ面倒なだけ ああ、うん、なぜ食べる？ただただうん、うん、うん、面倒くさがってる、るなんか私、うん、あの結婚生活があった時、うん、うちの主人もそういうことやってたんですよ。うん、あ、そうなんじゃちゃんと遺伝してるね。<laughs> いやうちの主人の場合はオマルにやってたんですよね。オマオマル？オマル娘の子供の。 えー、そうなの。はいはい。ああ、いは,はい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 や。それもすごい性癖だな <laughs> そう。それを私が持っていく朝になったら。なああ、なるほど <laughs> <laughs> まだお前はいいんですよ、その日その日やるから。いや、おいしい。ちょっといいしてんじゃん。<laughs> もうたまっちゃってんだもん、もう。ああ<ー>。<laughs> か もうねそんなにでも今課題そんな忙しいのかねもうパッと注意したいけどね俺もうそうそパッと注意してもらって <laughs> ちょっとスピーカーとかにしてみるで俺が話してみるうんスピーカーにしてるんだけど今あーもう今スピーカーかうん、うんうん、そんなになんか、ね、課題課題とあと10分待ってって言ったんだけど、うん、すいません<で>ちょっとお待たせするのは誰にしてあれでしたああいやいやまあまあいいけど他なんか聞いたことある うちお姉ちゃんがいてお姉さんは結婚してるんですはい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 お姉と孫もいてでその旦那を追い出してるんですよね今あどういうことお姉ちゃんが離婚の危機ってこといや離婚する気はないのああそういうことかうんただものすごいだらしない男で はい、<laughs> ちょっと似たような、えー、あのおしっこはしないけどね <laughs> あのー、なんかなびっくりしたお姉ちゃんもなんかトイレ問題起こしたのかと思ったわいやお姉ちゃんは大丈夫お姉ちゃんは清潔あっほ、うんと、うんうん、ちゃんと子供も二人見てるしうんあよかったよかったうん、うんね、で下の子もいるんですねうち今高校生のうん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 その子がそうなりなりゃしないか心配下の子はでもしてないのかな 下の,下の子はトイレが、はい、あの、1階なんですよ、部屋が。あはははいはい、はいだから面倒じゃない、そ<ー>こまで。